この国で一番偉いの誰？皆さんなんですよ。本当に自信奪われてるだけですよ。自分は生きてていいのかって、生きててくれよ。死にたくなるような世の中やめたいんですよ。生きててよかったって思える社会にしようよ。だったらそれができるのが政治ですよ。ウィアー令和新選組。消費税上げるつもりだったけれども、経済状況や人々の生活を見ればとてもじゃないけど消費税は上げるどころじゃないと、今は減税以外ないじゃないかって私野党に言ってほしいんですよ。救ってほしいんですよ人々を。これまでずっと頑張ってきた、でもこっからさらに頑張れっていうのかって無理ですよ。頑張るべきはあなたじゃない、頑張るべきは政治なんだってことだと思いません？派遣もクビになって、住まいも失って路上に出た人いっぱい会いましたよ。この1年で20代から80代までいましたよ。25年のデフレ、そこから脱却できず社会が壊された後にこの国に生きる一人一人から自信を奪っていった。なんとかこれを守ろう、今を守ろうとして会社に使い潰され、仕事に潰され、心を病んで社会復帰も難しくなった人たちもいますよ。何なんだこの地獄、誰が作ったんだよ。政治ですよ。この政治は変えられる。この国のオーナーはあなただから、あなたがこの国で困ってる人たちを助けられる主役なんですよ。しかしてほしい、その力を集めたい、その先頭に立ちたい、そう思って旗揚げしたのが令和新選組です。生半可な気持ちで政治なんて言ってない、黙ってられなくなったんですよ。クソみたいな自分でもクソみたいな社会をそのまま放置しとくこと許せなかったんですよ。ややこしい人たちを増やしてまた国会に戻ってまいりました令和新選組でございます。3議席ということで衆議院で獲得しました。これは全て、ボランティアの皆さん、横に広げてくださった皆さん、そのお力です。今ある問題もう山ほどありますけれども、これを一つ一つしっかりと突きつけていきながら1ミリでも前に進められるように頑張っていきたいと思います。というわけで行ってきます。大きな音を立てて申し訳ございません。札幌駅前マイクを、握っているのは令和新選組国政政党です。たった5議席しかない小さな国政政党、令和新選組の代表山本太郎が札幌駅にお邪魔をいたしております。ありがとうございます。今日はですね、この場所をお借りいたしまして、皆さんから直接令和新選組代表山本太郎にご質問をいただく、それに対して山本がお答えをさせていただくという取り組みをやっていきたいと思います。お時間ない方もいらっしゃると思います。そういう方はぜひチラシだけでもお手に取っていただけると幸いです。チラシどんな内容になってるかってことなんですけれども、今の日本の現状皆さんはどう捉えていらっしゃいますか。今の日本の現状しっかりと皆さんと共有しながら、
そこにはどのような政策が必要かということを皆さんと共に深めてまいりたい、そういう考えのもとに作られたチラシでございます。知ってください、日本の現状を、日本という船を沈ませないためにと、書かれたものなんですけれども、お時間ない方はぜひ冷やかしで結構です。こちらのチラシの方をお手に取っていただければ幸いです。それでは早速山本太郎に対して皆さんからご質問していただくということを進めていきたいんですが、たかだか山本太郎ですので皆さんからのご質問に答えられないことも多々ございます。その時には誰か助けてください、助け船を出してください。あなたからいただいたさまざまな、お言葉、そういったことが先々私たち令和新選組の政策につながっていくこともございます。政治に詳しい詳しくない一切関係ございません。あなたが思うこと、頭に浮かんだこと、そのままぶつけていただければ、コミュニケーションの始まりでございます。どうかよろしくお願いいたします。どなたか早速いらっしゃいますか。いかがでしょうか。じゃあそちらのそのまま手を挙げておいてください。あ、そうか、ちょっと待ってください。あのマスコミの方来てくださってるみたいですね。先にマスコミの方にマイク譲ってもいいですか。すいません、山本太郎北海道に来やがった、何しに来やがったってことでマスコミの方も来てくださっております。なのでまずはマスコミの方にマイクを回していきたいと思いますが、マスコミの方、じゃあどなたか、じゃあそちら手が上がってる方にマイクをフォローしてください。マイクの調子が悪いですか。はい、令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんから直接山本に何かしらぶつけていただく、そこからコミュニケーションをさせていただくという話でございます。どうでしょう、難しければ有線マイクの方、こちらお譲りしますか。すいません、マイクフォローの方こちら来てください。私のマイクをそのまま、あ、すいません、よしです。北海道テレビの古川と申しますけれども、夏の参院選についてなんですけれども、山本代表の出馬のご意向を示されてますが、北海道選挙区にでの出馬の可能性についてはどのようにお考えでしょうか。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、札幌にお邪魔いたしております。皆さんから直接山本にご質問をいただき、それにお答えをするという取り組みです。お時間ない方どうかチラシだけでもお持ちください。まずはご質問いただきました、ありがとうございます。山本太郎、参議院選に出るんです。で、どこから出るのかということをお尋ねいただいていると思います。札幌に来たってことはまさか北海道から出るんじゃないか、そういうお話ですよね。出たい、北海道から出たい。いや、そりゃそうですよ。北海道は日本を象徴する土地でもあります。逆に言えば今の日本の現状をそのまま映し出している鏡のような、私は、土地だというふうに思ってます。で、それだけ、それのみならず、やはり私のようなよそ者に対してもですね、受け入れてくれる土壌はあるはずです。そう考えると北海道という選挙区は非常に魅力的、そう考えています。今の日本の現状を映し出す鏡のような状況だ、そう言いました。例えばですけれども、当然これまで誤った政治においてさまざまな、失礼いたしました、これまで誤った政治によってさまざまな施策が打たれてきた、それによってその影響を直撃しているの、もちろん北海道もそうですし全国もそうですが、地方都市大きな影響を受けていると思います。例えばですけれども、本当であるならばこれだけの自給率が高くて、ね、住みやすい、もちろん冬は厳しいですけれども住みやすい土地である、豊かな土地であるならば、当然道民の皆さんの生活はより楽にならなきゃいけないんですけれども、間違った税金の上げ方だったり、労働環境の破壊だったり、他にも貿易協定、グローバル企業のみが得をするような貿易協定が広げられてきて、日本が切り売りされていると、そういう状況を見たときに、やはりそれを一番映し出している状況っていうのが北海道の今ではない